なんだ、おあ3万、あこれ面白くないやつだ、これどうし、まあ、9万ですよね、いやいや日給ですよ。あいやしかもマッチも薄い。リャンマンが見た目であと1枚。で9万がね、シャンポーに当たったらめちゃくちゃこれ痛い。トンの3曲に移ります。親は江崎。ドラが9万。こっそりテンパイしてたのに出ませんでしたね。マジみたいな感じですよね。まあ上がれないのは別にいいんですけどね。はい、線画が2着上がったのがちょっとね。うん、あんまり良くないですね。うん、まだ江崎がちょっと上ですけどね。ちょっと上。はい、さあこちらが線画って、はい、チュンが統一ですね。本当ちょっとの差ですよ。でもすぐひっくり返っちゃいますね。はい、ひっくり返せるしひっくり返りますね。お思い切って染めに行った。はい、万蔵に差し出ちです。いいんじゃないですかこういう仕掛け。うん、ハマればね。はい、チーズドライチとかなったらもう優勝の、うん、優勝ですか、決定づけるような感じになりますからね。はい、さただね、線がイシャンテなんですよね。うん、ただ線がのイシャンテはちょっと安いですよね。1000点ですね。うん、あ、はい、バンズいった、うん、思い切って線がもう高い手にしたいと。うん、高い手となるとトイトイですか。あー、なるほど、トイトイですね。うん、ただまたリャンピンさんピンってターツできてチュンでたらどうすんだろうな。ポンテン取るでしょうね。ポンテン取りますね。うん、江崎の親流したし、うん、これ上がられたらきついですもんね、この染め。あ、ポンだ。はい、江崎ペイもポンです。はい、まだまだですね。はい、だけどまあそれはね、周りからは分からないんで。パーピン、お、国士なんかちょっと進んでるんじゃないですか。はい、うん、いやでももうすでにちゃんとあったから一層重なってもな、別に進んでない。あ、これはチューン切るか。あ、リーチだ。線がリーチを打ちます。じゃあパーソーとチューンの3本です。ウーソーもパーソーも1枚ずつで出てましたからね。はい、パーソーが残り1枚、チューンが残り2枚ですね。江崎がチューン1枚持ってるかもしれないとか、 そうだね、そういう感じに思ったんですかね。なるほど、この白子とか見てね、いやチューンももう一個ぐらい手に残ってんじゃないかと思ってるかもしれないですよね。うん、チューン切りもね、十分あり得る感じだったと思いますけど。はい、嘘にくっつけるっていう感じですよね。そうですね、単用いいペーコになればね、マンガンツモとか見えますし。はい、ジャンオ様はチューンを切って、僕チューン切りそうでしたね。はい、はい、でもチューンニヤマか。ニヤマです。チューンニヤマって知ってればリーチ打ちそうですね。はい、そうですね。知ってんだよなって知ってれば。はい、でもまあ、うん、チューン切りそうでした僕は。言ってることが論理的だ。知ってれば、知ってればの話ですよ。いや知ってれば僕だって。神の視点からの話になってくる。江崎は降りたいんだけど降りれないから言ってますね。はい、お、なんかそれっぽい感じ。リャンシャンテンでしたね。はい、リャンシャンテン。いやでもやめたんですね、ペイ切りは。そうか、はい、そうか、はい、さあチューンポンか。お、ポンだ。もうこの際行ってやれってことですね。ドラ短期まで行ってやると。どうせ何もないから完全に殴り合いになってきましたね。はい、どうせ何もないからって。でもポンしなければ2枚残りますよ。まあそうですね。いやでももう1万2000のイーシャンテンなんで。はい、うん、これドラ出たら寂しいですね。ドラ出ることになったら数万にくっついてしまうってことですね。だいぶ通ったんですね。うん、でもローマンポンしたらもう今更ね。まあそうしちゃったらね。はい、ローマンポンしたら行くしかないっすよ、江崎さん。センガーのリチャンは高めのチューンしか残ってないですね。うん、
9万あるんじゃないですか。9万ありますね。てかチーマンは、チーマンはある、チーマン出て9万ローンありますね。はい、あります、あります。あ、なんだ、あ、マンズ違う、本一ドラドラで決着ありますよ、直撃。うんうん、なんだ、お、3万、あ、これ面白くないやつだ。これどうし、まあ、9万ですよね。いやいや、日給ですよ。あ、いや、しかもマッシも薄い、リャンマンが見た目であと1枚しし、ね、で9万がね、シャンポンに当たったらめちゃくちゃこれ痛いですね。しかもかなり通ってるんで、あ、そうですね、ローマン通ってるんで、当たる時はほぼほぼ短期か、もあるけどシャンポンが濃いですもんね。いったー、強い、えらい。さあ、これで江崎も全敗だ。リャンワン、うわ、うわ、そのリャンワンは上がり牌捕らえた。はい、本日はリーボコミの残機の直直はでかいね。これは大きいですね。よく行きましたね、9万、うんうん、なんかやっぱ決勝でかにね、ジャンリーに2回も取っただけあって、決勝の腹のくくり方はちょっと、そうですね、1枚上だね、はい、こんな感じで、うん、分かってますね。なるほど、なんか決勝で勝つにはこうしなければいけないみたいな。うん、麻雀スリアルチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルの、リンクを貼ってございますので、そちらもぜひご覧ください。